エヴァンゲリオン、もそうだが、ネルフはアダムを地下に、隠蔽していて。それ、を、使徒は目指して進行してきた。最終的には、使徒に侵略され、アダムは覚醒して、世界はまあほぼ滅んでしまった。それで正しい、結果、割と名作扱いになるわけで。滅びなかった、敵に、その後を続けた映画は、あまり、控えめ、評価が良くない。ただアメリカは核弾頭を撃った。その過失を逆転できなければ、何かの枷の中だ。最近、空気が、歪んでる気はする。アメリカのハリウッド映画で、嘘かもしれないが、ちょっと無茶な話がある。車を空から、本当に、落としてみたり、スタントなしで俳優を、命綱なしで、高所での演技をさせたり。目的、不可能を可能にするには、ありえないようなことをしなければならないから、だ。ありえないを変えろ。